上のモチスの音がこもっちゃって、なんかこう どうにかできないですかみたいな、あのこもってるからその気になるんですみたいな相談を受けたことがあるんですけど、まあそれの解決法で言うと、あの運指がもう一個あって、もう一個あってというか、そのこもってる時の運指って多分左手だけのパターンでやってる人、後ろがこの2つ、親指のこの根元の0キーと、あとここ下から2番目ですね、ここ、これを押さえて、あとこことこことここでやってるっていう人が悩んでるのかなっていう感じがあります。実はチスっていくつか種類があって、左手だけでやるんじゃなくって、右手も追加するとくっきりはっきり音が出る、あの運指があります。それを説明すると、まずこの左手の根元、ここは外します。これ外して、ここの下から2番目、チスキー、ここだけ、左手はそれだけで、右手は中指、薬指、ゲーキーですね、薬指のゲーキーと、あと F、 小指ですね、 F キー、これを追加します。さっきのこもる方でいくと、全然音違いますよね。クリアな立ち上がりが右手をつけることによってできるので、タイミングをはっきりさせたい時とか、あと明るい音で欲しいって言われた時とか、あとアクセントをついてる時とかは右手をつけてあげるといいです。こっちですね、こんな感じでやってあげるといいです。ちょっとこれおさらいしてみてください。絶対覚えておいた方がいいのでやってみてください。なんかピッて、明日特にピッて言うなと思ったら、ハーフホール開けすぎに注意です。だからちょうどいい具合っていうのは半分ぐらいです、うん、で、こう開けるっていうのもどうすればいいのっていうのがあると思うんですけど、ずらすイメージ、瞬間的にずらす。例えば F からゲー、開放の指、真ん中の開放の指からゲーの時に